オニーニエ、ウィリフレット・ディディは、ナイジェリア・ラゴス出身のプロサッカー選手。ナイジェリア代表。ポジションは、ミッドフィルダー、ディフェンダー、レスターティ FC 所属。2015年1月に、KRC ヘンクに加入した。2015年1月31日のシャルルロは、S c 前にて、先発でデビューを果たし、74分までプレーをした。 当初はセンターバックとして出場していたが、守備的ミッドフィルダーとして起用されると、以降は守備的ミッドフィルダーとしての起用が定着していった。2016年1月16日、SV ズルテワレヘム戦にて、キャリア初ゴールを記録した。2016年4月19日のクラブブルフヘ戦では、ペナルティエリア外から時速111キロメートルを観測した強烈な、 ボレーシュートをゴールに叩き込み、4から2での勝利に貢献した。このゴールは、ジュピラープロリーグの年間最優秀ゴール、ベルギー年間最優秀ゴールを同時受賞した。もともと、センターバックであった時に培った守備能力に加え、ボールダッシュ、攻撃の組み立てなど、守備的ミッドフィルダーのポジションでその能力を開花させ、2016から17、 シーズン冬の遺跡市場の注目株となり、特に、レスターシティ、マンチェスターユナイテッドなどが強い関心を示した。2017年1月3日、2016から17、シーズン冬の遺跡市場において、遺跡金1500万ポンドで、レスターシティとの5年半の契約を結ぶことが、発表された。2017年1月7日の FA カップ、エバートン FC 戦にて先発で起用され、 レスターシティでのデビューを飾った。2017年2月8日の FA カップ、ダービーカウンティ FC 戦では、ミドルシュートにより遺跡後初ゴールを決めた。夏にエンゴロカンテが抜けたことにより、中盤の選手バランスに苦心していた、レスターであったが、ディディは即座に戦術にフィットし、以降主力として定着した。同シーズン、レスターシティの年間最優秀若手賞を受賞した。 2018年8月19日、新たに2024年までの6年契約にサインした。2013年のアフリカユーナス1 7選手権に出場していたが、MRI 検査により年齢詐欺の疑いが浮上し、大会から姿を消すことになった。その後は、U2 例代表として、2 0 1 3 f i f a ス2 0ワールドカップ、2 0 1 5 f i f a ス2 0 ワールドカップに出場した。2015年10月9日のコンゴ民主共和国との親善試合でフル代表デビュー。2021年8月22日現在出展。soccerway.com2021 年8月22日現在出展。national-football-teams.com ありがとうございます。